鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を。たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない。この世に歌があればこそこらえた涙幾度か。親にもらった体一つで戦い続けた気持ちよさ。右だろうと左だろうと我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうとうつつだろうと我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。はい、こんばんは。昨夜寝てしまってね、ごめんなさいね。はい、今夜はね、石原裕次郎さんのね、我が人生に悔いなしを歌いました。2019年、2月の15日金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。あ、黒黒さんどうもね。はい、まゆちゃんどうもね。はい、遅くにどうもね。昨日寝起きしちゃったじゃないですかね。ごめんなさいね。あ、疲れた。あ、恵子さんどうもね。ああ、今日遅くなっちゃったね。でも今日は終電じゃないからね。ああ、疲れた。ああ、くさびれた。あ、今週はね、土曜日仕事だからね。今週は、どうも。ああ、今週は土曜日仕事だからね。だから夜が明けて土曜日仕事なんでね。ああ、疲れた。どうもね。昨日は寝ちゃってごめんなさいね。ジェイさんもどうもね。今日は寝ないようにね。ああ、しょうがないな。ちゃんと煮込みうどんはね、あれ、冷めちゃったけどね、朝起きてね、ちゃんと食べたからね。今日遅くなっちゃったね。うん、10時ぐらいだった、10時ぐらい。その後家でさ、帰って洗濯も用意してね、作業服に詰めて、できた。うん。疲れた。ああ、くたびれた。でも、ああ、土曜日行けば、多分日曜休みだと思うんでね、間違いなく。楽しみだね。あと1日で日曜休みだ。楽しみだ。あ、どうも。あ、そう、さりげないよね。どうもね。うん。さて、今日もお腹空いて、今日はね、これ食べよう。今日はね、これ食べよう。スーパーの惣菜売り場のね、揚げ物だ。サワラの梅しそフライってやつ。サワラの梅しそフライ。どうも。串カツ買ってきた。豚ロースと玉ねぎの串カツ。これ食べようね。これ食べよう。でも皿開けないで、このまま温めちゃめんどくせえから。このまま電子レンジで温めていこうか。めんどくさいんで。このまま食べたら。少ないからこれ全部飲みきっちゃうと思います。早いな、もう開いちゃうことでしょ。それ全部飲んじゃ少ない。多分2合、1合しといから2合ぐらいしかないね。今日も熱燗飲む。ああ、さあ、足んなかったら締めはハイボール飲もうかな。本当だ、あとちょこっとだ。うまい。
ハイボール飲んじゃう、これ。日本酒で今日少ないからさ、まず宝のこのハイボール飲もう。梅干し割りのやつ。日本酒少ない。締めで日本酒飲もうね、まず。星野さんは最初に熱燗飲んで、その後にあれ発泡酒飲んでるけど、僕は先にね。あれ、お店で配信難しいんだよ。多分と音声とかさ、どうだろうね。決して後入れ、多分それ難しい、それ。音の問題で、大抵お店はさ、音楽入ってんだよね。だから音消されちゃうと思うんだよね。だからね、ちゃんと大々的にやんない、そういう場合さ。録画するんでお願い。それじゃお金もかかるだけできないでしょうと。絶対飲食店とお店、音楽流れてるでしょ。あれが入っちゃうとね、音消されちゃうんだ、全部。向ければいいのも、じゃ音の問題なんだ、音。飲食店で音が入っちゃう。それを、音があるとね、消されちゃうんだよ、そうやって。わかった？カメラ映像の問題じゃないからさ、音の問題なの。飲食店って。それもあるから。だからさ、早島さんなんか見てそうじゃん、あれ、よく。飲食店でさ、あれ、後付けで喋ってんじゃん、あれね、自分で入れた感じで。そういう動画、あるでしょ？そういう動画。多分あれそうだと思うんだ、あれ。そう、音が入ってるのダメな、そう、既存の楽曲入ってるとダメなわけ、うん、既存の楽曲入ってると消されちゃうの、結局、うん、つまんないです、これね。だからやるんだったらちゃんとしてさ、自分、灰島さんなんかそうだ、そうやってんだよ、そういうのね、自分で後から音喋ってさ、音声入れて、うん、だから一番で最近はアウトドアばっかだから最近心配なくなってほとんどね。最近はね。たまにアウトドア場でもさ、音楽がなり立ててるの、がなりしてる人、あれなんか、がなり立ててる人がしょっちゃった場合、そういうの来るけどさ、だまあ、あんまないからね。うん。基本的にね、アウトドアだと。そうなんだ。うん。でも、お金かかるから、はい、ラーメン切ろうなんて言っても1000円、下手すと1000円近くかかるからね。あ、またお金のこと言われちゃうけどさ。うん。ごめんなさいね。あ、タラちゃんどうもね。今日、遅くにどうも。昨夜寝ちゃってごめんなさいね。うん。飲食店は何かとお金かかるんだよ。結局、なんやかんや言って。結局。アウトドアでうんこはもう漏らさないからね。うん。結構安いもんじゃないじゃん。うん。梅味ですよ、今日、これね。そう、うんこなんて漏らすわけねえじゃなくて、何言ってんだ。じゃあ、もう。今日はね、あとね、スーパーの惣菜売り場の串カツ、豚と玉ねぎの串カツ。これいこうか。じゃあ、こんな感じで。今日はこんな感じでいきます。さて、明日土曜日は仕事だからね、土曜日。ああ、うまそう。この湯気がいいな。レンジだってことだから。ああ、疲れた。じゃあ、ハイボールいきます。串カツとハイボールで。はい、乾杯。遅かったもん、今日。12時に負けちゃったもんね。しょうがない、みんな半額だよ。じゃあ。うん。大変ですよ。食いにくい。この方がいいな。うん。うん、うまい。ない焼酎ハイボールよ。ああ、だいたい朝最近食ってなさ、ま
町屋に行った後さ、仕事行く前にね、食ってる感じかな。夜遅いからね、今日はね。どうでしょ、そんな行かないよね。うまい。うん。豚肉と玉ねぎの串カツか。これはね、日本でね、280円ぐらいか。日本で1本140円ぐらい。税込みで1本140円ぐらいかな。うん。うん。一回レンジ温めたからさ、串なのクタクタだからさ、箸で取ったら食べやすいね、こうやってね。あともう一本、もう一本揚げ物あったんだ。今度はサワラの梅しそフライ。今度はサワラの梅しそフライですね。これもね。今日はこれでかなり豪華な、こんな感じ。フライ三昧。梅しそだからつけなくてもいいだろうな、これな。うん。ああ。それまこの時間だからね。ああ。うん。なんだ、七味をなくてごめんなさい、切らしちゃってね。なかった、ごめんね。うん。ああ。うん。うん。そういうお金のことは言わないからね。うん、この時間わざとじゃないよ。普通に遅くなっちゃったんだよ。帰って。なんかするね。うん。まあ、このまま。うん。うん。24時間じゃないんだ、うち。野球団の一枚のはね、夜中の、午前1時に閉店だからさ、午前1時。だから、駅に住んだの0時ぐらいだったからね。うん。24時間空いてんだ、さ。あ、ビッグエイだっす、ビッグエイ。あれは24時間だ、ビッグエイは。ね。大英の系列のやつね、あれ。でもあれはうちの近くは大和田の駅だから全然反対方向なんだ、あれ。もう野球大駅行きだからさ。じゃ、うん。僕がよくビッグエイはさ、反対側なんでね。ビッグエイ行く場合だったら、一回家に帰ってからそれから一回ですね。野球団のビッグエはさ、見もみ寄りだから反対なんだよ、あれ。野球団のビッグエは、見もみ、まあ、全然野球団に近くです。見もみ寄りに何分、5分か10分歩いた感じなんでね。うん、まあ、部屋の中だから、かっこいいです。ね。うん、これ飲んだアスカ行こうかな、アスカ。今日アスカ少ねえから最初にハイボール飲んで。あどうもありがとう。遅くにありがとうね。まゆちゃんもありがとう、こんな時間にね。入れづらせるよ。うん、ああ、深い。昨日は怨念したとごめんなさいね、ほんと。反省してます。ああ、寝ちゃう。ああ。煮込みうどん食べてるさなかに横に寝ちゃってたんでね。でも朝、朝ってから4時ぐらい起きて食べたから朝ちゃんとね。
まあ同期も変わらないや。体を大きくな。同期もそれぞれ一長一短だよね。まあでもこっちはさ、もう部屋代かかってね、ちょっと安心だよね。もう親がさ、もう全部立ててくれた家だからさ、そういう安心感はあるよ。こっちの家はあるとさ、100円借りてる家じゃねえからさ、その安心感はあるよ。仮に家賃払えなくなったら、町屋のはどうしようもないけどさ、ここは大丈夫だもん、もう関係ねえからね。休廃じゃないですよ、昼休みは。職場だから。あれ、味噌汁か、味噌汁。あれ、日差し弁当に味噌汁ついてるからさ、あれ飲んでね。あと、お茶か。今度日曜日どうしようかな、日曜日。日曜日 B6 持って行こうとか僕考えてんの。最近さ、日帰りはさ、木炭が多かったけどね、今度はね、あれ行こう。またこの間キャンプに使った B6 とガライトでやろうと思います。あれいいな、やっぱりな。ペレットをさ、あれ、ほぐしにするのちょうどいいね、ペレット。あれ、ちっちゃい缶にさ、ペレット入れてさ、アルコール燃料入れてかけて、ぶっかけてね、それでおがないとね。この間もあれ、焚き火、あれちょうどよかったね、あれ。ペレットも家にまだいっぱいあるからさ、あれ、一缶ぐらい。あれをほぐしに使って、アルコール燃料もあるしね。あれ、桃屋の空き瓶か、ちっちゃいの入れてね。あれいいね、ほんとね。またあれ、相性、この間さ、たまよとかあるね、キャンプの時ね。ああやったけど、あれちょうどよかったね、あれね。ペレットほんといっぱいあるんでさ、あれ。あれ、空き缶に一つぐらい持ってって、あれ入れて、それで、燃料やるこれちょこっとかけて、火ついたら、それの炎で、あれ、オカライトで、いいね、あれね、あのやり方ね。今週。争いはできないからね、高野台はね。今度ステーキやりたいね。あれね。キャンプっていうかあれ。日帰りの時のあれ。赤羽のとこ精油あるからさ。僕の夢だよな。赤羽のところ。精油あるし。精油はさ、すげえ。っていうか精油行ったことある人わかると思うけどさ。精油ってものすごいでかいステーキあるからね。あれ一回買ってやってみたいな、あれね。ね、あれ買ってね。声優は本当あれ好きよ、僕は。声優ってさすがだよな、大手だからさ。無人レジか結構進んでんだよな、あそこね。レジ、そういうね。赤羽は声優あるからね、あそこ行くのね、僕はね。じゃあ最後、串カツ。もう一枚ちょっと。仕事よ、土曜日は。こんばんは。エッチさん、こんばんはね。来なかったか。配信ぐらい大丈夫かな、今日。串カツは以上、おしまい。じゃあ、さて、ハイボールが終わったんで、今度は明日から持ってこようか、すぐ。あ、大丈夫、ありがとうね。あ、来ればね、今度はそのうち行ってみようかな。じゃあ、今度。さて、明日に行こうか、明日。まずハイボール飲みました。今度、明日に行きます、明日。
ねは掴んでいきます。酒少しいかないから最初にハイボール飲んではい、扱えるよ。星野さんの最初に扱んだんだもんね、あれ星野さんね、あれ面白いなと思って、最初に扱んで、それでハイボール、あーくわーでしょ、あ発泡酒でしょ、はい、うん、乾杯。やっぱりいいんだ、あったかいのはね。これ今日これあれじゃん、あとちょこっとしかないんで、これじゃあこれ回します。明日買ってこないとな、これでおしまいだ。2リットルパック、じゃあこれもちょっとつけてこようか、うん、そうか。夜勤はないですよ。ただ日勤だけで、夜遅くなっちゃうだけで。そうよ。夜勤はありませんよ。日勤のみで。ただ遅くなっちゃっただけで。遅く仕事できないからさ、遅くなっちゃうんだよね。疲れた、くたびれた。さて最後フライ、まだフライが2切れね、そうだね、フライ、魚のフライ、サワラと、サワラの梅塩フライってやつね。と串カツか。今、サワラの梅塩フライ。あそこにどうもね。悲しい、どうした、しゃべりぐさん。しゃべりぐさん、嫌ってませんよ。大丈夫よ。嫌ってないよ。しゃべりぐさん、大丈夫よ。嫌ってませんよ。大丈夫よ。うん。嫌ってませんよ。大丈夫よ。うん。大丈夫だよ。いつもありがとうね。うん。あった、やっぱ、あったまんね。ちょっと酒少ないからね、最初ハイボール飲んだわけ。これ、じゃあ最後、サワラ、梅しそ。うん。そう、有名よ。うん。日本語化する前からやっても、日本語化する前から登録してるから、僕。うん、前見せたけど見せなかったから前にふさふさのところで写真見せたよね。じゃあ前にじゃあもう一回2階にあるんだよな、うん、パネルがな、ふさふさの頃の、うん、いや見せようか、まあ、2階から持ってこようか写真、いいかな、ふさふさ時代の写真。いいかな、ジェイさんのために。いい、今持ってこようか、2階にあるの。よかった。チョビリルさん、安心してくれて、ありがとうね。
時間にね、ふさふさ着た写真あんだ。持ってこようか。前にも見せたけどね、今、最近の人もいると思う、見てない人もいると思うんで、じゃあ持ってこようか。勝彦さんのふさふさ時代。これはね、今から34年前だ。小学34年前の小学校6年の時。わかるかな、これ。短パン履いてんのがね、12歳の勝彦さん。見える、短パン履いてんの。これが僕です。よかった。その短パンの両隣が、同級生で、端っこが一番背高いのが担任か当時の。これ二つだけ分かった、見えた。小学校6年だもん、これ。12歳だからね。34年前だ。34年前。うん、分かった。まあ、二つだけだよ。さすがね、小学校6年だから、まあ、二つだけしてる。全然違う、そう。分かった、これ。34年前。34年前の勝彦さん、これね。34年前。着替えだって、34年前だもん。34年前って言ったらさ、あれ。今、いろいろ結婚問題話題の、あれ、秋篠宮さんの男の眞子様が生まれる前だもんな。そうだよ、ずっと。眞子様なんか生まれるずっと前だもん。34年前だ。そうでしょ、あれね。うん。34年だもん。もうだって、そうだね。30、どうだね。12歳だからね。34年前だってね。うん。うん、ハゲてないだろ、これ。ほら。うん。そう、この、両隣にいるのは同級生通りのね。で、これ担任。ね、担任。これ担任で、と。これ12歳の時、卒業記念でさ、撮ったら全員でね。渋谷にはないですね、そういうのね。弊社のもね、うん、今と違うな。あの頃一番太ってたもんな、小学生の頃が一番で太ってたからな、あの頃な。名前見れば分かる。松崎勝彦って書いてあるね、うん、見れよく見ればね。今はもう関係ないですよ。確かこの子はね、お坊ちゃんでね、当時では珍しくね、あれ、公立小学校から開成中学行ったから、この子は開成中学行ったんで、全然僕と違う世界です。そうよ、この子はどうにしても、この子一部、この子はね、おかっぱ頭のこの子。当時は珍しかった、ほんとね。うん。開成中学行った人、これね。そう、当時、そう。うん、そうよ。だから、がっちりもやってたもん、確か。だから、そんなんでね、これ。うん、昼食でしたよ。先割れスプーンでした。先割れスプーン。先割れスプーンの昼食よ。うん。どう、はい、教育写真はないですね、ないです。でもかなり本当当にこの先生はもう定年だろうな、もうね、34年前だもんね。多分この先生定年してると思います。普通単純に考えたら、そうだな、もう定年してるから、もう年金生活があるのかな、34年前の頃だから、今。多分もう年金生活だ、この担任の先生はね。うん。ハゲてません。ただおでこが白いだけ。ね。
懐かしいな。中学では高校の時だから、まあ、高校の時にダイエットしたんだ、ダイエット15キロのね。ああ小学校から中学校が一番太ってたんだ、だからね。だからね、中学時代の人にたまに会うとね、うん、よく言われたな、あれ、痩せたなってな、ずいぶん。高校の時にね、痩せたからな。あ、こんばんは。ムームーさん、どうもね。どうもありがとうね。うん。そう、そう、上品なんで、一人一人で、ね、パネルで作ってくれたの、当時の学校でね、記念にってことでさ、ね、写真、担任と何人かで写真撮ったの。で、これは僕がこれだったんだ。思い出深い、これな。今、全然この誰とも今、やりとりないので。もう30年前だ。早いもんだ。同窓会呼ばれませんから。呼ばれません。全く呼ばれないですね。うん、今日はね、我が人生に組みなしを歌いました。我が人生に組みなし。分かった白石さん、今日は我が人生に組みなし。おむつはしてないよ。うん、ちゃんと朝食べたよ、うん、食べましたよ。中学の時に、それは言えないよ、そういうことは。あんま言いたくないな。言えないな、それはな。うん。うん、かわいいな、女の子はな。うん、あ、でもいい思い出だ、今。30年前だもんな。30年ちょっと。早いもんだな、ほんと30年。あっという間だよな。その当時はがむしゃらだったんだよね、中学の、小学校、中学校の頃ってさ。過ぎちゃえばさ、いいよ、あっという間だもんな、ほんとな。うん、あの頃、あれはあれでよかったな。うん、ちょうど僕らが世代ってさ、あれ、一番多いからね、昭和47年生まれってさ。有名人でもそうでしょ、あれ、高野花とかさ。みんな昭和47年だからね。高野花もそうだ。スマップとかあの辺もそう。あと、ホリエモンもみんな昭和47年。結構あの世代多いからね。うん、いや、社会的にも賑やかだった頃ね。うん、昭和47年、ほんと多いからね。有名人結構いるでしょ。スマップなんかそうでしょ、あれ。木村くん、中居くん、昭和47年だからね、あれね。おなぎはこの後かな、おなぎはね。その後ね、まだ早いから。うんうん、最後の神崎行こうかな。神崎行くよ。じゃあ、これ、片付けてきます。わかった、これ、髪の毛ふさふさ時代の勝彦さんでした。ふさふさね。これ、ね、えこれだ。ほんとふさふさだね、これ。髪の毛ふさふさ。ではまた。また来てほしいよ、そのマツコ・デラックスも昭和47年。あれみんな昭和47年生まれ。その高校の頃にね、ダイエットやってたからな。うん。小学校から中学校が一番太ってたんだ。うん。あの頃はね。うん、今これで安定してるで、ほんと。ね、ほんと。うん。あの頃すごかった。高校の時に、ね、結構痩せたからね。うん、じゃあ
じゃあ最後神崎もとこようかな。ちょっと待ってくるね。はい、本日最後。最後の扱い行こうか。はい。じゃあ、これ最後で。で、これも食べ終わったんでね、おろし。はい。どうも。はい、乾杯ね。うん、そう、どうだろうな、強いんだろうね、うん、あたまんね。たださ、チーズは嫌いなもんないからね、僕はね、でも僕は46まで生きてくれたね、少なくともね、それで満足だな。明日は仕事、土曜日は仕事ですよ、チャブユーさん。ね。土曜日は仕事なんで、キャンプ行かないよ。うん。わかった？チャブユーさんわかった？土曜日仕事よ。うん、46歳ですよね。うん。でも、マグムムさん、ありがとうね。明日は仕事だ、土曜日は仕事をね。うん。仕事だからね、土曜日はね。分かった、土曜日仕事よ。うん。お、大丈夫だ。お、ああ、疲れた。ああ。さっき明日帰り買ってこないとな。生活がかかってからさ、うん、働かないじゃ生活できないもんね、うん、働かないじゃ生活できないよ、うん、だから僕嫌いなの、ほんと生活保護もらってる人間って。前の彼女もそうだったんだな、そういう人だった。だからあれ知った時点でもう嫌だったな。あれ、生活保護もらってる人間と一緒になりたくないもんな。だから以前の彼女と離れたのもそういう理由です。うん、そう。姉妹は今日はこれで姉妹だ。普通の僕おまたセックスがいいですよね。あの、青木かのんちゃんみたいな可愛い女の子と。でもな、かのんちゃんは多分いい、僕はなんか相手にしないかもしれないけどな。あの子可愛いな。青木香音って知ってる？最近 YouTube 見てやってる子、女の子。あの子かわいいな。ああいう子僕のタイプだけどさ、僕ね、青木香音ちゃんとか。でも相手にされないと思うけど。どうせ、ね。元男でも今女ならいいや、それで。うん、そうね、そう。そうだ、ほんと。ゴミと、うん、でも。まだニートの方がまだいいと思うよ。うん。ニートの方が僕はいいと思う。生活保護もらった人間はどうかと思うな、僕はな。ニートはさ、ただお金儲けのお坊ちゃんってことだと思うんだ、僕は。ね。花田優一さんみたいにさ、そうだと思うよ。ただお金儲けのボンボンだけ、お坊ちゃんだから、そういう。僕は、生活保護もらってるっていうのはな、うん、生活保護もらってんだったらネットなんかやんじゃねえよって感じがする、僕ほんと。
生活保護もらって、そう思わないか。やることないとか言ってた。本を読んでほしい。そういう人間こそ僕は。生活保護もらってる人間こそ本読める、本とかどんどん読むべきだと思う。本読んでればさ、ネットなんかやってる時間ねえんだからさ。そう、生活保護もらってインターネットなんかするんじゃないよ。僕はそう思うよ。まあ、やることないとか言うんだったらさ、本読めばいいじゃん、本。図書館になって行けばいっぱい本あんだから、そういう時本読めばいいんだ、いろんな本ね。図書館にはいろんな種類の本あるからさ、僕はそういう人間、ね。今度だよね、ああいうモチさんどうもね、モチさん。でもそろそろ終わんないとね、もう、今が土曜日仕事だからさ、逃げるんじゃないからね、もう今、もう40分以上やってからね。生ポなんて言うんじゃねえよ、生ポって。生活保護でいいんだよ、生活保護で。なあ、愛が世間の気が生ポって。なんだ、生ポって。生活保護でいいんだよ、生活保護で。生活保護で。皆さんおやすみ。また明日もね、土曜日仕事なんでね、仕事から帰宅次第ね。おやすみなさい。お互い様よ。お互い様だそうよ。お互い様よ。みんなお互い様よ。いろ全部含めてお互い様だからね。全部含めてお互い様。ああ、でもちょっと話は変わるけどもな。今年はついにね、平成が終わるんだよ。もうちょっとでね。感慨深いね。で、新天皇になる人がさ、なんか、僕と、そんな、僕ちょっと年上なんだ、確かね、ほんと。そう思わない。なんか、それがな、なんかすごい、そう思わない。僕ら世代の人って。あの皇太子さんが天皇なんだもんな。なんかすごいか、なんかな。そう思わない。そわそわしちゃう、なんかね、あれ。天皇陛下なんてずっと今までずっともう、自分より年上だったからさ、僕ら世代の人が天皇になっちゃうんだもんな。それを思うとさ、月日を感じるね。そうだ、あれ。天皇陛下、今度のって、ね、皇太子さん、白の宮さんね。僕よりちょっと年上な感じだもんな。それ嘘だからね。マジないよ。怒るのも怒らないのもお互い様っていう意味、全部含めてお互い様だからね。怒るのもあれば、怒らなくてもいい。それ全部含めてお互い様。それはしないように。ねえ。感慨深いな、ほんと。皇太子さんが天皇陛下か。ああ、そんな気がなんだね、ほんと。漏らしてませんよ、僕はね。お互い様よ。50代な、そんなもんだろうな。交代して、でもこう。いや、今日はこの辺で終わろうか。おやすみなさいね。ではまたね。まあ、60でも若い方じゃん。ねえ。今までからしたら60でもさ。60歳だよ。だって、生島さんより若いんだよ、あれね。おやすみなさいね。でも、感慨深いよ。ああいう若い人が、若いって、まあ、順番なの。でも、日本って、ね、いいと思うな、あれね、ほんとね。イギリスって驚いちゃう。たまにニュースだろ、イギリスの場合さ、まだあれ。エリザベス女王まだ生きてんだもんな、あれ。驚いちゃう、ね。どれだけ生きるんだか、あれ。そうな、あれ。エリザベス女王、死なないね、なかなかね、あれね。
だからキャロル皇太子、いつまでも皇太子なんだもんな。それがすごいね。ではおやすみなさいね。本当長生きだよね。今日はね、あれ、我が人生に悔いなし歌いました。我が人生に悔いなしね。本当すごいね。エリザベス女王も長生きだよな。本当長生きだ、あれ。長生きだよ、本当長生きだ、あれ。キャロス皇太子の方が早く死にそうだよ、本当。オールナイトできないで、仕事があるから。じゃあ、まずおやすみ。あとでね、終わればさ、あれ、アップされるからね、また。おやすみなさい。皆さんありがとうね。お互い様にありがとう。おやすみなさい。無視はしてませんよ。どうもね。いい感じに流してますんで大丈夫よ。おやすみなさい。どうもね。僕は仕事終わり次第で。多分、今日よりか早いと思いますけど、土曜だからね。おやすみね。逃げてませんよ。いいちこ、逃げてません。もう、今日は何も食べないと思う。おやすみなさい。ではまた。はい、終わりました。配信はこれで終わったね。じゃあ、ローカルで。今日そういうんで飲食やめとこうか。今日は、じゃあ、最後はこの歌で終わろうか。あ、これ、前の方が全然違った。じゃあ、最後はこの歌いきます。今日のエンディングはこの歌。これ歌おうか。コスモスカード言ってみよう、コスモスカード。コスモスカード大会出たし。バスを降りれば、から松林、塩気の降りた白いレストラン。秋の思春期で出会う人は皆、なぜか目を伏せて、なぜか目を伏せ歩きます。コスモスの花は今でも咲いていますか？あの日の二人をまだあなたは覚えてますか？愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は越後行く北の道、左は木曽まで行く中山道続いてる。コスモスの道があなたにかけた一つの季節、優しい日々は帰らないけれど、愛の思い出そっと取り出して、この胸に温めて温め直す私です。コスモスの花は今でも咲いていますか？心の支えを今一人で訪ねてきたの。愛されなくても最後まで望みを捨てずにいたかった。右は越後行く北の道、左は木曽まで行く中山道続いてる。コスモスの道が。はい、コスモス街道でした。ね、いいね、頃だね。カーリルートのコスモス街道を歌いました。どうも。じゃあ次はこの歌いこうか。
声、松山千春さんの声もいいね。中途になっちゃった声。ああ、この度はね。愛することに疲れたみたい。嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ。鍵はいつもの下駄箱の中。きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いないだけど今度は本気みたい。あなたの顔も気がつかないわ。男はいつも待たせるだけで女はいつも巻きくた入れてそれでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。多分あなたはいつもの店で酒を飲んで管を巻いて洗濯物は机の上に短い手紙添えておくわ。今度生まれてくるとしたならやっぱり女で生まれてみたいんだけど二度とヘマはしない。あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで女はいつも巻きくたびれてそれでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。男はいつも巻きくた待たせるだけで女はいつも巻きくたびれてそれでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。それでも恋は恋。はい、最後はね、千春のね、恋でした。どうもね。うん。さあ、歌った。やっぱ食いたくなっちゃったな、やっぱ。ちょこっと食おうかな。ちょこっと食おう。ちょこっとね。あれ、この間買ったセブンの、あれ食おうかな。セブンの、おととい買ったやつ。この間買ったんだ、一昨日から買ったんだよな、これ完全に買いに行って、ついでに厚切りベーコン、これ食おうか元気だったみたい。うん、1分ぐらいか。じゃあ1分温めてみます。これね、厚切り。最後このハイボール一本飲みながらのんびりやろうか。今日は飲んでしないぞ。うん、でもな、土曜日は仕事だからね。本当寂しいな、本当な。でもしょうがない、みんないつか死ぬんだもんな。うん、本当一人になっちゃった。上司も死んじゃったし、あんなもう嫁に行ったし、ほんと一人だ。まあしょうがない。まあ僕はこれ、しょうがないね。寂しいけどしょうがないね。寂しいけどしょうがない。ほんとしょうがない。ね。みんな。まあいろんな生き方があると思えばいいや。
ね、いろんな生き方がもある人はそれぞれお互い様あという感じでした。締めはね、これ炙り焼き厚切りベーコンでハイボール、これ行こうか、今日の締め、これとハイボール行こうよ。うわうまそう、ベーコン最高、これとハイボールだ。これ乾杯、一人で乾杯。ベーコン、ほんとうめえな、ベーコンな、これな。あ、それで、セブンアンダーのやつね。わあ、うまそう。うん。わあ、この油がいい。塩味のこの油をハイボールに流すの、まあ厚べはうまいよ、これ厚切りベーコン、この脂身がうまいんだ。これでこれ5種類でこの値段200円ぐらいか、やっぱまあコンビニだからな。ベーコンちゃん、いいね。うまい。ベーコン最高。もう切りたいじゃん。でもしょうがない、こうなっちゃったのはね。お互い様、人はそれぞれお互い様だよな。野田の女の子ね、10歳だっけ死んじゃったのね、あの子ね、あれも全部含めてお互い様と思ってほしい、ね。人はそれぞれお互い様ね、早起きすんの長生きすんのお互い様だと僕は思いますよ、いろんな形であれいろいろあると思うんだ、生きてればさ。でも全部含めてお互い様だからさ、僕は それを少しずつ伝えていきたいね。全部含めて人はお互い様、いろんなにいい人悪い人いろいろあっていいんです。全部含めてお互い様だからさ、全部同じ人間だったらつまんないでしょ。考えてほしいよ、ほんと素直になって。いろんな人間いるから、いろんなのがあるから楽しいんだからね。そうよ、全部同じだったらありえないけどさ、そんなの嫌でしょ。いろいろあっていいんですよ、いろいろあるからいいんです、ほんとね。いろいろあるから、いろんな人間がいるからね、全部含めてお互い様。お互い様、人はそれぞれお互い様、ね、でも、
こうやって、ベーコン。うん、いいね、ベーコン。厚切りベーコン、うまいね、ほんとね。何回言っても完全に僕この家はもうまあ登記終わったからね、もう親死んでね、僕の名義になってますんでこの家じゃあこれどうしまじゃあ今日は金曜深夜だから バナナマンだね、今日はね。ジャンクはね、バナナマン。じゃあ最後のベーコン行こうか。うまい。はい。おいしくいただきました。ベーコン。うまいね、ベーコンね。ああ、ハイボール。ああ、最後はこの歌で行こうか、最後は。最後はこの歌。大輝くん、でもお母さんのこと思いながらこの歌、誕生日には真っ白いよ、お母さんごめんなさい、一人で死なしちゃった、ごめんなさい、本当に思うよ、本当言っとくそうだ、一緒に住めなかったね、ごめんね、お母さん、最後まで家出てからね、こんな思い込めて今夜の最後福山さんのね、福山雅治さんの誕生日には真っ白い色を歌おうか、あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの、そこから見える私の姿顔は誇れるものですか、あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ、そんな姿はあなたからすれば泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう、あなたがくれたこの心は優しい人を選びました。自分じゃなくて家族
の笑顔願ってる人いつか会ってください。真っ白なユリを写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この生き方を。はい、最後はね、誕生日では真っ白な色を歌いました。はい、どうも、そろそろだろうね、いい歌、この歌、ほんといい歌だ。はい、どうもね、今日家出たら一回も帰んなかったもんな、遊べなかった。でもしょうがないよな、おやすみなさい。ではまた、今日はこの辺で。締めはベーコンとハイボールでした。ではまた、参ります。